よし、続きをやっていきまーす。死生観を追いかけて、やっつけるのかな？うえ！私はこんなところで何やってんのよ。行くぞ。待て、心の準備が。え、どうすんの？飛び乗るってこと？え、受けるんだけど、すごいな。これブラスティアのコアじゃない。なんでこんなにたくさんコアだけ？知らないわよ、研究所にだってこんなに数揃わないってのに。まさかこれってコア泥棒と関係が？かもな。なる、黒幕は赤眼の大男でしょ。ラゴーとは一致しないよ。だとすると他にも黒幕がいるってことだな。ここに下町のコア混ざってねえか？残念だけど、それほど大型のコアはないわ。こいつら、やっぱり五大ギルドの一つ、ブラッドアライアンスだ。おお、ブラッドアライアンス。ああ、全然当たんない。こいつらもコア泥棒と関係が？失政官は一体何を企んで？おお、ちょっと関係あること喋ってる。ドキュウリ。ドキュウリ。ラゴーの腰抜けは。こんなガキから逃げてんのか。赤眼の大男、あんたか。人使ってコア盗ませてるのは。そうかもしれねえな。おう、いい動きだ。その肝ったまもいい。わしの腕もうずくねえ。うちのギルドにも欲しいところだ。そりゃ光栄だね。だが野心の強い目はいけねえ。ギルドの調和を崩しやがる。惜しいな。その左手なんだ。バルボス、さっさとこいつらを始末しなさい。バルボス、金の分は働いた。それにすぐ騎士が来る。追いつかれては面倒だ。小僧ども、次に会えば優勝せん。待て、まだ中に。ザギ、あとは任せますよ。え、待って。ザギちゃん、ザギちゃんいるの？やべやべ、ザギちゃん出てくんじゃん。誰をやらせ。キャー！ザギちゃん、久しぶり。ちょっとなんかすっかりちょっとファンになってる。マジか。刃がうずく。やらせろ。落ち着いて。落ち着いて、落ち着いて。めっちゃ面白いんだけど。お手柔らかに頼むぜ。ああ、頼む。よし、行くぞ、行くぞ、行くぞ。頑張ろうな、みんな。ザキちゃんマジやべえから。動きがやべえんだよ。あ、やべ、やべやべやべ、ちょっと待って待って待って、落ち着いて。やべやべやべ、これやっぱりすごいじゃん。動きが早いんだよザギちゃんは。やめなさい、女の子に。やめなさい、やめなさいって。ちょ、エステ逃げて逃げて。あ
丈夫か。いけそういけそう。オーマイガー、オーバーリミッツ。おりゃー、オーケー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 。あ、いや、やべやべ、ザギちゃんリミッツされた。あおん、あおん、助けて助けて。あ、ちょ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 、いいよ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 、ちゃんと見てよ君たち。あー、使えねえみてえだ今。マジか、無理。ちょちょちょ、みいい加減にして、もういいから、早くわしにファーストエイドせえや、頼むって。君たち本当に私に永久にアップルグミしろって。なんでできないの？死んじゃう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 。危ねえ、マジ。ちょ、待って待って待って。今のがもう一回来たらマジでやべえ。来てない？待って待って、なんでずっとこれ使えないの？なんかザギちゃんの力？あ、使える。これはマジでまずいよ。おー、あ、いけた、よかった。これ第一段階とかじゃないよね。オーケー、え、やった、プラス 8.86、 いいね。称号、剣豪を習得、コンボ上級者、マジ嬉しいんだけど。やった、ザギちゃんね、勝ったわ。かわいいんだけど。勝負あったな。俺が引いた。嬉しがってる。貴様、強いな。強い、強い。覚えた、覚えたぞ、ユリ。ユリ。ねえ、かわいいんだけど。なんか海の中に飛んでったんだけど。え、なに、沈むの？海へ逃げろ。誰かいるんですか？え、ユーリ、エステリーゼダメ。でも、でも、ごちゃごちゃ言ってないで飛び込むの。誰？しょっぺーな、だいぶ飲んじまった。かっこいい。その子、一体誰なの？ヨーデル。ヨーデル？なに、あんたの知り合い？助かった、船だよ。おーい、おーい。あ、待って、犬は？ラピードおらんくね？押せよ、フレン。ヨーデル様、今引き上げます。ソディア、手伝ってくれ。ヨーデル様、すげえ平和じゃん。
うございます。おかげで助かりました。待って、ユキドさんの声じゃない？ねえ、こいつ誰？ですね、今宿を用意している。詳しい話はそちらで。兄弟？それでいいね。違うか。誰だ？なんかヨーデル様助けたからお前の罪はチャラだとかにならんかな。ユーリを乗せたまま船が沈んだ時はもうダメかと思いました。本当ハラハラもんだったよ。無事でよかった。思ったよりも早く沈みやがったからな。俺もさすがに焦ったよ。死にかけておいて焦ったで済ませるあんたの神経を疑うわ。よかったよ。あ、入れねえ。帝国の軍艦、素敵。あ、あのフォルム、色彩、そしてかっこいい騎士様、惚れちゃうわ。お前新宿二丁目のやつやろ。素敵な船、素敵ね。船に乗ればいろんな旅ができるわ。スリルもミステリーもスペクタクルも全部私のもの。ん？金持ちか？トリム倉庫。あ、ギルド・ド・マルシじゃん。まだダメか。なんだよあんたら、帝国の軍艦で来て、もしかして帝国のお偉いさん？そんな風には見えないな。違うもん。すごいなんか上手に隠れてたね、今。料理教えてやろう。え、唐揚げポテトって何？相当美味しそう。たくさん練習するがいい。オーケー、ありがとう。唐揚げポテトってなんだろう？普通に唐揚げとポテトかな。ああ、普通に唐揚げとポテトだった。東大森の家、宿屋で話聞くんだったっけ。海の上でボカンバカンって爆発があった。何だったのかしら。ここから何人も海に漕ぎ出していく男たちを 見送った。え、そして誰も帰ってこなかった。ザギについて。ユーリって妙な知り合いが多いよね。カプアノールであったレイブンとか、襲ってきたザギってやつとかさ。ザギって方は妙なんてもんじゃないわよ。なんなのよあれは。んなもん俺が聞きたいよ。あんなに好かれてもちっとも嬉しかねえぞ。でも海に落ちたみたいですし、もう会うこともないんじゃありませんか。どうだろうな、ああいうやつには俺らの常識通じねえだろうし。やだな、僕二度と会いたくないよ。まあ出てきてもどうせ狙いは有利でしょ。私には関係ないわね。まあそん時はそん時だ。かわいい。ザギちゃんかわいいんやけど、ちょっと癖になってくるわ。どこに行けばいいんだ。おお、ラボに閉鎖されてて定期船は出せないの。出せないのよ。ほう、くじ組。トリム求人員と書かれている。あ、中で大勢の子供たちが元気よく遊んでいるのが見える。なるほど。鍵がかかっている。昔の船乗りはもっとピリッとしておったもんじゃ。全く最近の男はなっとならん。
海の男はなっとらん。老害じゃん。砲台森の家行ってみる。鍵かかっとんかい。港は俺たちギルドの世界への架け橋だぜ。6つの大陸股にかけて全世界制覇。大陸6つなのか。え、すごい、かわいい。あちしのお友達がヘリオードって町に引っ越したの。帝国が作った新しい町。ほう。イラハイ、イラハイ、あなたの思い出買います。一つ5カルドよ。え、どういうこと？思い出買うってどういうこと？誰だ？何？アイス屋さん？え、なんかやばい人いる。おー、ここからずっとこの大陸を西の方へ行ったところに俺たちギルドの巣窟がある。その名もダングレスト。一度行ってみな。ダングレスト。兄さん方知ってますか？ここの植物は熱帯性でトルビキア大陸特有のものです。とにかくこの大陸は強い雨がよく降るですよ。へえ。ここが、これ何屋さんだ。トリム唯一のお店。ああ、普通にお店か。高い。ピンチの穴蔵か。滑りたいんだけど。この街はギルド・ド・マルシェが拠点として使ってるの。モール校みたいに重税がどうって話はないけど、商売やる上ではいろいろ規制が大きいのよね。そうか。さまざまなギルドがこの街を拠点にしているのだ。中でも、ブラッド・アライアンスが最も強い力を誇っているはずなんだが、ブラッド・アライアンスってさっきいたじゃん。猫かわいい。上行けるじゃん。ギルド・ド・マルシェの本。住み心地が良い。人の気もいい。気温は高くも低くもない。しかしボスがいない。ボスがいない。ボスは留守中だ。用なら俺が聞く。用はない。よし、じゃあ宿屋行くか。潮風が？港の町は吹いている風の雰囲気が他とは全然違いますよね。海の香りがします。あんまり潮風に当たってると塩でベッタベタになるわよ。せっかくの気分が台無しです。いや、ベッタベタになってもいいなら別に止めないけど。かわいい。海をさまよう、あ、森をさまようわしは廃墟に迷い込んでしまうた。そこでわしは不気味な魔物の方向を聞いたのじゃ。飲んだくれてる。トリビキア大陸。じゃあここカプアトリムとダングレストだな。ダングレストにはギルドを取りまとめているギルドユニオンがあるんよ。なんだそれ。
世界には同業他社というのがある。職種は同じだがギルドは別。何が言いたいかというと、私はブラッドアライアンスとは関係ないということだ。おー、なんかいる。あら、素敵な僕ちゃんたち。お姉さんと一つ手合わせしない？女と思って甘く見たらやけどするわよ。何？どういうこと？え？いるじゃん。こいつ。おや、どこかでお会いしましたかね。なんでおる？船での事件がショックで都合のいい記憶喪失か。いい治癒術師紹介するぜ。治癒術師？はて、記憶喪失も何もあなたと会うのはこれが初めてですよ。何言ってんだよ。執政官、あなたの罪は明白です。彼らがその一部始終を見ているのですから。見とるで。何度も申し上げた通り、名前を語った何者かが私を陥れようとしたのです。え？いやはや迷惑な話ですよ。嘘言うな。魔物の餌にされた人たちを私はこの目で見たのよ。さ、フレンドの貴公はこのならず者と評議会の私とどちらを信じるのです？フレン。決まりましたな。では失礼しますよ。落ち着け。この方は、この方は次期皇帝候補のヨーデル殿下です。え、またまたエステルは。で、あれ？あくまで候補の一人ですよ。やっぱユキトさんの声じゃん。本当なんだ。先代皇帝の甥子に当たられるヨーデル殿下だ。本当に？なんでラゴーの船におったん？かわいいんだけど。殿下ともあろうお方が執政官ごときに捕まる事情を俺は聞いてみたいね。ちょっと待って、あの救急車、救急車が、よし、救急車どっか行ったね。この一件はやはり市民には聞かせられない事情ってわけか。それはエステルがここまで来たのも関係してんだな。まあ好きにすればいいさ。目の前で困ってる連中をほっとく帝国のごたごたに興味はねえ。うわ、かっこいい。ユリ、フレンはなんかちょっと無能じゃね。さっきラゴを見逃したし。そうやって帝国に背を向けて何か変わったか。お前に言われたくないんだが、たった今ラゴを見逃して、あ、帝国に背を向けてはないのか。キモい。人々が安定した生活を送るには帝国の定めた正しい法が必要だけど、その法が今ラゴを許してんだろう。だからそれを変えるために僕たちは騎士になった。下から吠えているだけでは何も変えられないから、手柄を立て信頼を勝ち取り帝国を内部から是正する。そうだったろ、ユーリ。だから出世のためにガキが魔物の餌にされんのを黙って見てろってか。下町の連中が
厳しい取り立てにあってんのを見過ごすのかよ。それができねえから俺は騎士団を辞めたんだ。知ってるよ。けど辞めて何か変わったか？騎士団に入る前と何か変わったのか？あ、待って、僕も。またやってしまった。僕はただ有利に前に進んでほしいだけなのに、いつまでもくすぶっていないで。フレン、何言ってんだこいつ。お恥ずかしいところを。あなたはどうされるんですか？行ってもいいのでしょうか？なぜですか？ユーリと旅をしてみて変わった気がするんです。帝国とか世界の景色が、それと私自身も。そうですか、わかりました。リタがずっと貧乏ゆすりしてる。少年。え、僕ユーリに彼女を頼むと伝えておいてくれ。はい、いいんですか？私がお守りしたいのですが、今は任務で余力がありません。それにユーリのそばなら私も安心できます。フレンはユーリを信頼しているんですね。ええ。話がまとまったところでそろそろ行かない？あいつ見失うわよ。痛いところつきやがって。何も変わってねえのは俺にだって分かってる。あー、ユリお兄様。コアの手がかり探すか。みんなと別れました。ベイブについて&コアの情報を探して。バルボスのいかついなりなら街中歩いてりゃ目立ってしょうがねえよな。連中が逃げるとこ誰か見ててくれると助かるんだけど。そいやレイブンとかいうおっさん、ラゴーの屋敷でどうしたかな。竜使いやら騎士団が乗り込んできて泡食って逃げ出したか。そっか、ラゴーがいるってことが、ことはバルボスもいるのか。今ちょっとあいつとは顔合わせづらい。やべえ、セーブしたいんだけど。フィールドへ。セーブしたかったのに、そのままやるしかねえな。え？いるじゃん。おい。あのおっさん。おお、久しぶりだな。挨拶の前に言うことあるだろう。挨拶よりまず先にすること。かわいいんだけど。まあ、騙した方よりも騙された方が忘れずにいるっていうもんな。俺って誤解されやすいんだよね。無意識で人に迷惑かける病気は医者行って治してもらってこい。そっちもさ、その口の悪さ、なんとかした方がいいよ。口の減らない、あんまフラフラしてっとまた騎士団にとっ捕まるぞ。騎士団も俺相手にしてるほど暇じゃないって。さっき物騒なギルドの一団が北西に移動するのも見かけたしね。騎士団はああいうのほっとけないでしょ。物騒か。それってブラッドアライアンスか。さあどうかな。そもそもおっさん、あの屋敷へ何しに行ったんだ。ま、ちょっとしたお仕事。アパティアってやつを探してたのよ。アパティア。アパティア？
なんだそれ。コアのすごい版だってさ。あそこにあるっぽいって聞いたんだけど、見込み違いだったみたい。アパティアね。あ、ユリ、おい、あの親父。逃げた方がいいかね、これ。一人好戦的なのがいるからな。待てこら、ぶっ飛ばす。なんで逃がしちゃうんだよ。誤解されやすいタイプなんだとさ。え、それどういう意味？かわいい。逃したわ。いつか捕まえてやる。ほっとけ。あんなおっさんまともに相手してたら疲れるだけだぞ。大丈夫か？少し休憩させてください。ああ、じゃあ少しだけな。そしたら行くぞ。行くってどこに行くの？ブラッドアライアンスの後を追う。下町の子は返してもらわねえと。足取りつかめたんです？北西の方に怪しいギルドの一団が向かったんだと。奴らかもしんねえ。北西っていうと地震で滅んだ町くらいしかなかった気がするけどな。そんなところに何しに行ったんでしょう。さあな。そんな曖昧なのでいいわけ？だから行って確かめんだろ。みんなと合流しました。 OK。 流通拠点、ここはトリム。ノール港とは違ってトリム港はいかにも港町って感じよね。賑やかだし船の出入りもすごく多いです。そりゃこのトリム港を取り仕切ってるのは世界中の流通を握るギルド・ド・マルシェだからね。確かこのトリム港にギルド・ド・マルシェの本社があったはずだよ。商売の力で町を動かすなんてこともやろうと思えばできるんだな。考えても見なかったぜ。セーブしたい。お、入れるじゃん。よし、じゃあ今日はここら辺で終わります。さよなら。